レトロアーチっていう、なんかそういうね、メニューが開けてね、セーブができるという感じですね。はい。次、ドラクエ2をね、やってみたいと思いますね。はい。はい。これもね、パスワードがあるんでね、ちょっと長いですけどね、ちょっとお付き合いいただきますね。皆さんにね、パスワード見ていただけるの、ちょっとね、ちょっと長いですけどね。ぜひこう、ファミコン版のパスワードをね、打ってみるという検証なんで。ゲームをね、まあ、パスワード打つところを見るのがうざい人は飛ばしてもらえればいいんですよね。はい。ノーカットでお届けしますんでね、皆さんね。ムレパ。まあ、パスワード見るの面倒い人は飛ばしてもらって結構ですんでね、よろしくお願いします。ムレパ。メラミね。はい。ドラクエ3の呪文が出てきましたね。はい。つわわじ。はい。ムカキ。まあ、パスワードがない、長いですからね、ドラケー2はね。はい。メセノ。イヒリゴ。屋根で。屋根で。ムオリザ。はい。ボガラ。からエベズ。ヘミゲロ。ヘミゲロゲロゲロって感じね。ヘペ。おお、合ってた。そうか、すげえな。ファミコン版のパスワードがね、2も使えるというね。そう、ヤリイカって名前なんですよ、これ。これもね、実は友達のね、パスワードなんですけどね。はい。奥田くんっていうお友達がいましたね。で、その奥田くんのパスワード、最強パスワードをいただいて、それを使わせてもらっています。はい。まあ、僕ね、ドラクエ2僕もね、やってたんですけどね、アレフガルドあたりでパスワードが間違ってたことに、間違ってましたね。それで挫折しちゃったんですよね。当時ね。うお!いきなり出たか。すごいな、出た瞬間から敵出るってね。ああ、マジか。しかもブレザードいるしな。はい。ちょっとこれセーブしときましょう。このね、ブレザードにね、もう速攻やられるっていうことがよくあるんでね、セーブしといた方がいいですね、これね。はい、難易度が高いんですよ、ドラクエ2はね。デビルロードね。ああ、回り込まれた。うわ、ビキラマ。うわ、なかなかあれやな。やばいね。
やばいやばい。パウロやばいやん、おい。待って。しょうがないなぁ。こんなとこでベホイム使うんやね。魔法使うのもったいない気するけどな。まあいいや、攻撃で。やばい。ほんまに最強か、このパーティー。だね、お前。ちょっとこれ戻った方がいいね。もういきなりこんなにね、疲労してたらダメやな、これ。マジか。そんなにダメージ受けんのこれ。ここちょうど生き返らせられるからいいけどさ。たっか。まあ金いっぱいあるからいいけどさ。これでもね、生き返ってもね、一問と一なんですよね。このゲームってね。だから、回復させないといけないんですよ。はい。はい。で、これで、ちょっと出たいんやけどな。この神父が邪魔なんよ。ああ、もうどけよな、ほんま。これ、他のどっか外出れる方法ないかな。MSX 版って歩くの遅いな。これでセーブします。はい。いやー、アークデーモン。まあ一回やったら逃げれんちゃうかな。よし、逃げれた。あ、アークデーモンか。あー、回り込まれた。2回も攻撃してくるのかい、こいつ。うわ。うわ、ユナズン。最強の攻撃呪文ですね、ドラクエ2では。あらあら。うわ、強えなぁ。ていうか、パウロ防御力弱すぎるやろ。やばい。はよ、回復せよ、おい。パウロ、素早さがないのかね。回復すんの遅いわ。あー、間違えた。ちょ、待った。あぶねえ。
やっと倒した。つうか、こんなまだね、で、始まったばかりやのに、手こずりすぎやで、おい。声のなくなってまうで、ほんまに。ああ、ブリザード出た。これ厄介なんですよね、こいつね。ザラキ使ってくるからね。ああ、よくやった。逃げれた。ザラキで結構やられるんですよ。ああ、ブリザード、きつい。もう本当に、悪魔の死神って感じですよね、あいつね。サイロプロップス。ああ、回り込まれた。結構エンカウント率高いな、シルバーデビル。やばいやばい。めっちゃ強えな、敵。やべえやべえ、3人ともやばいやん、これ。ウェホイミ一番やばいのはヤリイカやね。で、ベホマ、こんなとこでベホマ使うのか、もったいないな。あ、眠った。やばい、回復せよ、パウロ。遅いね。あ、そっか、眠ってたんか。あ、どこも扱うしかないな、パウロに。やばい、死んだ。今更回復しても遅いっつうに、おい。これダメですね。これはロードやな。はい。こういう時にセーブが役に立つんですよ。クイックセーブがね。あー、またか。危ない。あ、マジか。いや、ドラクエ2は難易度高いわ。だって最強レベルでこんな手こずるんですからね。いや、前ね、ファミコン版でこのね、最強パスワードでやってますけどね、その時もめちゃくちゃ手こずりましたから、あの時しかもね、実機でやってるんで、ファミコンのね、クイックセーブもないですからね、何回もやり直してやってたんですよね。パスワード打ち直して何回もね。あ、パスワード打ち直してないな。これさっき僕ね、やった時道間違えてたの、上だったんですよ、これね。だからどっちにしてもやり直しだったんですけどね。あ、おい、タイで、おい、なんで前に組まれんねん。あら、うわ、これもしかしてファミコン版より逃げられないゲームなんちゃうの、これ MSX 版って。ファミコン版になったらもっと逃げれるんですけどね。 MSX 版の方が難易度高いのかな。妙に逃げられないもんな。ちゃうちゃうちゃう。まあ完全回復はしなくていいですよね、まだ。うわ、酔ってるな。エンカウント率も高いな。よし、逃げた。ほら、一歩で出てくるもんね。
だけだ。よし、ちょっとこの辺でセーブしよう。もうまめにセーブしてやった方がいいな、これ。ああ、もう。模様出るな。もう、ああもう、いやもうしょうがないな、ビゴマ使おう。ところで使ってたらマジックポイントなくなってまうで、おい。はい、うわ、シルバーロード。じゃあ、デビルロードか。よし、逃げた。もう妖術師珍しいな。ギガンテスや。よし、逃げれた。ここでセーブ。もう、まめにセーブしよう、ちょっと進んだら。そうでもしないとね。デビルロード。こいつら結構強いからな。あかん。ああ。やばいやばい。やっと逃げれた。いやー、これはねー。あまりにもこのパーティー弱すぎるやろ。せめてヒットポイント100はないとなー。ここでセーブ。結構今出なかったからな、運がよく。ギガンテス、逃げる。ああもう。うわ、痛恨、うわ、マジか。いや、セーブしといてよかった。ロード、ロード。めっちゃ100いくら食らってたな、さっき、アイリン。あれ？ちょっと待って、これ道間違ってんちゃうの？これもしかして。あー、マジか。ちょっと待って。ロード、ロード。上か。上や、上。これでいいんですね。はい。で、ここ入るとローレシアのね、城みたいになるんですね。あー、デビルロード。あー、マジか、もう。あと、一歩やのになぁ。まあ、一応ね、よう考えたら、ここローレシアの城に入るとね、宿屋があるんですよ。それ利用すれば回復できるんでしたね。忘れてました。ここにね、宿屋に泊まれるんですよ。はい。だから、ここに来ればね、全部回復するんだったの忘れてましたわ。はい。で、これで、一応セーブしましょう。んで、道具。やりかか？違うな。
サイリンかな。違うな。あ、これですね。ルビスの守りね。これ使うんですよ。精霊の声聞こえる。アイリンは騙されてはなりません。すべて幻です。はい。まあこれね、ベビーサタンやったと思うな、これ。話しかけたら ね、襲ってきますからね。で、呪文、トラマナ。これな、沼、毒の沼はね、ダメージ受けなくなるんですよ、これで。で、これがね、確か、金の鍵じゃなかったかな。あれ？ちょっと待って。ここか？これ見えないからな、扉が。え？あ、そうかそうか。一番端やったっけ？ここやったっけ？え？こっちか。合わない。影があるのは確認できたけどね。銀貨じゃ。え？牢屋かじゃ。あんな、もう久しぶりやからほんと忘れてる。やっと行ってきましたね。そろそろね、あれしないとトラマナ切れるぞ、これ。よし。で、トラマナもう一回使うと。めんどいんですよ、これが。はい。で、これさっきね、鍵が見えてたんで、一瞬ね。これも金の鍵ですよ、これはね。はい。で、またここでトラマナ使うんですよね。あ、まだいけるかな。あー、でも切れてたか。ダメージめっちゃ受けてたな。で、ここで、邪神の像を使うんですね。で、これでやっとね、塔の中に入れるわけですよ。一応回復させといた方がいいな。はい。で、これで、セーブしておきますね、一応ね。はい。まあね、そんなにね、複雑なね、迷路じゃないんで、ここはね。迷路は単純なんでね。ただその前に三大ボスがいるんですね。それが結構強いと思うんで。あれ？あ、こっちか。ここやったっけ？あ、ドラゴン出てきた。珍しいな。逃げた。どこだったっけ？これ入るとこはどこかわかんないんだ、これ。見えないんな。こっちか。ここでいいのか。ここやね。ああ、無駄に回り込んでもうたな。はぐれメタル出てきた。うん、でもレベルはこれ以上上がらないから戦っても無駄やね。ベギラマ使うねんね、はぐれメタルね。あ、回り込まれた。あ、逃げた。まあこの回までですから、雑魚出てくるのはね。この次の回からはね、ボスしか出てこなくなりますからね。アクア神官ね。ああ。やばい、勇者やばい。やばい。ああ、死んだ。これはもうロードですね。いや、むずいわ。ほんと、クイックセーブがあるからよかったけどね、これなかったら大変やで、これ。いや、まあ、前回ファミコン版でやったときね、実機でやったんでね、何回もやり直したんですよね。つうか、弱いわ、このパーティー。もうやりかやばいやん、俺。これもう一回やった方がいいな。もう一回ロードした方がいいな、これ。さすがに今のは効率悪いわ。
ダークデーモンか。ああもう。やっと逃げれた。敵よう出るな、フレームや。はい、逃げれた。いや、ドラケー2ってね、結構挫折した人が多いらしいですけど、なんかわかる気がしますね。難易度基本的に高いですよね、ほんとね。おそらく歴代のドラクエシリーズで一番難しいんじゃないかっていうね、声もあるぐらいですからね。はぐれメタル戦おうか。まあいいの、意味ないやな。経験値稼いでもしょうがないもんな、最強やから。よし。ここ入るんですね。はい。で、ここからはもう、ボスしか出なくなるんで、雑魚出てこないですからね。はい。ここも敵出ないですから。ボスしか出てこないですからね。三大ボスのね。じゃ、ここでセーブしましょう。はい。まず、バズズ出てきますからね。ここに出てきますね。はい。アトラスか。バズズじゃない。バズズ2人目やね。そう。これまあ、ボスの1体目なんですよね。アトラスね。はい。一応、回復した方がいいかな。タオルはやばいですね、結構。やばい。ああ、死ぬかよ、おい。死ぬか、おい。ロードやな。まさか死ぬと思わなかったな。防御力弱すぎるやろ。またね、パウロも回復するのも遅いからな。会心出ましたね。もうあと、ちょっと待って、回復しとくか、一応な。うわ、やばい、やばい。まだか。ベホイミ。やりいか。で、念のためにもうね、ベホイミでいいかな。ベホイミしとこうかな。ベホマもったいないですね。二重でね。ああ、でもその前倒してもた。もう早く回復したいときは二重で回復をね、した方がね、回復する可能性が上がるんでね。ベホイミでいいよな。まだ。ベホマ使うとちょっとまだもったいないかな。ちゃう、パウロでね。これ万が一でも死んでもそういえば、ね、パウロがザオリク持ってるから、ね、生き返らせることもできますけどね。万が一の場合ね。まあでもクイックセーブがあるならクイックセーブした方がいいですね。で、ここも敵出ないですからね。ボスだけしか出てこないので。ここに出てくるんです。これ一応セーブしとくか。ほんと、こまめにしとこう。で、ここバズズですね。うん。ちょっとね、皆さんがちょっとシルエットしか見えてないと思いますけど、一応紫色なんですよ、バズズね。眠らなかった。よし、よかった。倒した。結構余裕でしたね。アトラスの方が強かったんかなって気がするね。はい。で、ここも敵出ないんでね。で、ここはアークデーモンですね。はい、セーブ。はい、アークデーモンね。黄色なんですよね、アークデーモン。アークデーモンちゃうわ。ベリアルか。ベリアルですね。皆さんから見ればちょっとね、シルエットしか見えてないのがちょっとね、申し訳ないですけど、直撮りなんで、
やばい。ああ、死んだ。まあいいか。上陸使おう。あ、でもそれももったいないか。マジックポイントもったいないもんな。ロードやな。呪文使おうか。ヨナズン使おう。ああ、効かなかった。マジか、おい。マジックポイント無駄やったな。回復させとこう。ダギ。あー、効かないか。こいつ効かないのかな、呪文が。アイリン使っとこう。踏んで、あ、ベギラマ持ってないんや、意外と。そうなんやね。ラリフォー使ってみよう。お、眠らせた。いけそうですね。あ、倒した。会心出ましたね。ここでトラマナを。で、ここでちょっとね、回復させた方がいいな、これな。やりか、これ最大なのかな。まあいいや。うん、これでまあいいかね。いいと思うんですよね、うん、で、セーブしとこう。セーブね、はい、アーゴンですね。はい、はい、アーゴン。これな、ちょっとな、したってな、シルエット綺麗に見えないもんな、うん、これでもいいか。でもちょっとな、これダメなんですよね。ちょっとこれでいいか。ま、ちょっとマシになるね。これでいいや。ちょっとはまあシルエット見えると思います。シルエットちょっと色がね。ヨナズン、うわ強いな。まあ呪文使わない方がいいな。効かなかったらもったいないもんな、マジックポイントがね。あ、ペホマ使いやがった。やばい、強いな。これな、全員回復できる呪文とかないからな。パウロやな。ほんで、ベホイミでいいよな、まあ、とりあえずやりいかやね。お、返しにだ。お、ええ感じ。お、己、口押しや。このハーゴン様がお前らごとくにやられるとは。しかし、私を倒しても、もはや世界を救えまい。我が、破壊の神指導よ。今ここに生贄を。あ、しまった。あー、しまった。回復したしなあかんやん。
かった。今のね、動かない状態で回復しなあかんかってんな。出てきましたね。ラスボス指導ですね。とりあえず戦うで、回復まで先にしなあかんな。一旦損したな、これ。デホイミでいいかな、とりあえずね、アイリンね。うわ、強っ！そんな食らうんや。もう攻撃でいいな。はい。ちょっとね、ダリフを使ってみれば一回切ったどうか。うわ、やばい。うわ、やばい。あー、無理か。今、回復するしかないよな。まあ、とりあえずアイリンで、呪文、もうベホマ使おう。パウロね。あんまりケチってもしょうがないもんな。やばい。うわあ、マジか。またロードですね、これね。うわあ、また指導じゃ、ハーゴンからやらないかいな。させるんですね。だからまだパウロで回復した方がいいな。これ間違えてね、リレミトとかやってしまったらもうね、一巻の終わりなんでね、そういうことも昔ありましたからね。で、回復、完全回復かな。で、パウロ、コイミ。あ、そうか、やりか、まだ回復できるな。で、まあ、使おうか。これでセーブ。はい、これでいいですね。はい、指導できましたね。はい、さあ今度こそは倒したいですね。攻撃呪文が効くからちょっと試してみましょう。あ、いきなりペホマ使ってる、こいつ。こいつはね、1ポイントが250ぐらいって聞いてるんでね。そんなに多くないんですよね。あ、効かなかったか。会心とか出たらもうすぐ倒せそうな感じするんですけどね。あれ、ライフ。あ、眠れなかったか。
ルカナン使ってみるか。これでな、ちょっと守備力下げるんですよ。うん。まあ、ベオマ使いやがった、こいつ。よう使うんですよね、ベオマ、こいつは。ギョナズを使ってみるか。ああ、効かないか。ああ、間違えた。ああ、まあいいか。自分に使うなあかん、自分にね。なんで。軽くんだよね、使うともない。たまにね、倒せるときあるんですよね、それでね。ああ、守備力上がった。カルプンテでなんかね、恐ろしいものを呼び出してね、指導を倒せるときがたまにあるんですよね。そういう変なね、倒し方がしたことがあるんです、昔ね。はい。まあでもとりあえずいいや。はい。もう一回、ルカナン。でもいけそうな感じするな。この調子でいけば。まあいいか、回復しなくていいや。こういう手でいいや。基本と250ですからね、なんとかなりそうですよ。倒せんじゃない、そろそろ。そろそろいけそうやな気がするな。ああ、ミスった。お、まだ死なないか。やばい。やばい。意外となかなか硬いね。あ、倒した。いい、倒しましたね。はい。どこからともなく美しい声が聞こえる。破壊の神指導は死にました。これで再び平和が訪れるでしょう。私はいつもあなたたちを見守っています。狼は私の可愛い子孫たちに光あれ。さあ、お行きなさい。はい。呪文。これでもルーラー使ってもな、選べないもんね。まあ、で、一応でもルーラー使った方がいいのか。ルーラーで、一応まあ、祠に行くと。邪悪な神は滅びました。これで人々もきっと救われることでしょう。はい。この毒の沼もね、ダメージ受けなくなるっていうのも不自然ですけどね。指導を倒しただけで。これでね、船に乗って戻るんですよ、ローレシアに。自分の足で行かなきゃいけないんですよね、これね。ローラーで行けないんですよ、ドラクエ2って。ドラクエ2ってね、まだローラー、街を移動するローラーじゃないですからね。ここはどこだ？あ、近いですね。まあ、一応攻略本の地図をね、見ながらやってるんで。
イロー列車ですね。はい。王子やりかよ、さすが我が息子、ゆとの血筋を引きし者。今こそ前に王位を譲ろう、引き受けてくれるかな。ローレシアの新しい王の誕生じゃ。さあ、パウロ王子も、アイリン姫もこちらへ。これから、三人で力を合わせ平和を守ってくれい。新しい王様万歳、ヤリイカ王万歳。なんでヤリイカっていう名前にしたのか、ちょっとね、わからないですけどね、その友達ね。まあ、多分ふざけてつけたんでしょう。はい。まあ、ね、エンディングですね。神曲ですよね、これもね。ユージ・ホリー。ね。今日はね、ラズパイを使ってね、結局 MSX しかやってなかったですね、本当に。手のり、山盛り。まあでもね、音楽の音質はファミコン版の方がいいですよね、やっぱりね。中村浩一ですね。ドラクエ2のね、攻略本もあったんですよ。これをね、使って地図をね、見させてもらってました。はい。一応まあこれね、ドラクエ1、2の攻略本もね、はい。いやでも何回クイックセーブでやり直したかって感じですね。それぐらい難かったですね。ドラクエ2はね。はい、G エンド。はい、じゃあ今回これでね、終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。